賠償金では後継者は育てられない、魚を取ってこそ漁師なんだ、この漁業者の皆さんの声、原発汚染水海洋放出反対という多くの県民の声をしっかり国政に届けるために頑張ります。5月9日日曜日、東北ブロックオンライン演説会、どうぞご覧ください。ご一緒に政治を変えてまいりましょう。